8名全員の参加。第1レーンは山中さん千葉敬愛、第2レーン浜本さんは船橋東、第3レーンよろずさんは敬愛学園、第4レーン鈴木七海さん袖ヶ浦、第5レーン草薙さんは東海大浦安、第6レーン小林さん成田国際、第7レーン川久保さん市立船橋、第8レーンに徳永さん白陵。以上のメンバーによって女子 400m 競走最終第8組です。1着は第7レーンを走りました川久保さん市立船橋、時間59秒42でした。これで女子 400m 競走予選は全て終了です。中国インターアメリカインドネシア